そもそも声の根本っていうのは空気なので、はい、空気の量がいっぱいある人がちなんですよね。呼吸を見直すために今のアラポンさんの深呼吸をみんなで見てみたいと思います。今ならブーです。この肩を止めたまま吸う。この意識でいいんですね。これだけでいいですね。これどれぐらいやればいいんですか。これしかもそれもよく聞かれるんですけど、はい、肩止めたまま吸うは実はアラポンさんも昔絶対やってるんですよね、はい、これ初めて今実はやることじゃなくて、生まれた瞬間子供は 100% 腹式呼吸なんですよ。なるほど。なんでかというと赤ちゃんって上向きに寝てますよね、はい、背中が下にくっついてるんで、はい、肩絶対動かないんですよ。確かに。だから大人も仰向けに寝てたら腹式呼吸ってまあできる人って多いんですけど。なるほど。動かないから。動かないから。でよくボイストレーニングのスクールで寝っ転がってやるとこもあるんですよ。あ、もう分かりやすく。そうです。アラポンさん寝てくださいで、はい、で寝てこうやると確かに肺の下動くんですけど、はい、でできましたねって言って、じゃあ歌いましょうってみんな立っちゃうんですよね。なるほど。そしたらもう肩動いちゃうんでってなっちゃうことが多いんですよね。だからもう子供の時はみんな肩止めたまま吸うで、はい、このまま小学校低学年ぐらいまでみんな行きます。あ、そう、できたまま。できたまま行きます、はい、なので子供ってみんな声でかいんですよ。でかいです。でかいんですよ。通る、めちゃくちゃ通る。あれはね、もう吸ってる量が多いから通っちゃうんですよね。なるほど。で、小学校高学年ぐらいになってくると周りの空気が読めるようになってきて、こんな静かなところでこんなでかくしたらまずいっていうので出す量を抑えていくようになるんですよね。なるほど。だから入る量が減るので奥の方まで入れることがだんだん大変になってくるんですよね。で、どんどん上に上がってきて今のアランポンさんになるんですよ。なるほど。なのでどれぐらいかって言われたら、できる人は今日の夜でもできます。肩が止まった状態で吸ってるこの肺の気持ちよさを思い出せば、そっちの方がいっぱい吸えるのはもう体は知ってるので。そう、でもさっきちょっとやった時にこの辺がこう苦しいというか突っ張る感じというのがあると思うんですけど、はい、それはこの肺の周りの筋肉が今まだ硬くなってるので使われてなかった。使われてなかったんですよね。だから吸った時に入れて入れてこうなると思うんですけど、これを普段でもちょっとずつ、そんなに深呼吸しないで、はい、普段の呼吸でも肩止めてやってればもう自然とそれはもうできる。身につくんですね。つきます。だからまあボイストレーニングやってるあの生徒さんとかが、腹式これ覚えるのにどれぐらいかかるんですかっていうので、いや早ければ今日。好き。遅くとも何ヶ月なんか絶対やる必要ないですよね。もう鬼滅の刃ですね。どういうことですか。呼吸。呼吸ですか。水の呼吸。まあ、呼吸が大事なんで。でもあれは本当にそういうことですよね。もう基本が呼吸だということですよね。そう、全集中。確かに。でも集中してる時って結構ね、皆さんこう何かに没頭してると、はい、こうじゃなくても息してないみたいな気持ちになるんですけど、あれってね、もう肩止まって自然と腹式になってるんですよね。だから座禅とかもそうですよね。だとしたら、あれはね、鼻から吸いましょうってよく言うんですけど、言いますね。あれはね、鼻から吸えば普段口からみんな吸ってこうなっちゃうので、鼻からだとちょっとこう肩止まった空気の吸い方になりやすいんですけど。なるほど。でも私はもう肩が止まるだったら別に鼻からでも口から何でもいいので、いいので動かさないってことが大事ってことですね。そういうことです。これで吸える空気の量が増えれば根本の声の出方は非常に安定感になると思います。すごいです。わ、すごい。でも全然変わります。お腹を膨らまそうと思わなくても動きますよね。動きます。肩止めて吸えば。胃袋に僕食べ物が常にやっぱいっぱい入ってるんで、それで苦しいのかもしれない。それはだから肺が膨らむことによって満腹中枢が、あ、なるほどね。食べたことになっちゃうんですかね、頭の中で。多分膨らんでるから、おーおおお、なんか食べてるな食べてるなみたいな、空気だよみたいな。いや、あるかもしれないです。喋ってる声の延長で歌うっていうことはできないんですよ。喉から出したくないんですよ。で、今日はちょっとアラモンさんに実験をしてもらいたいと思います。はい。いいです。なんて言ってこんにちは、アラポンです。
さて、どっから今鳴らしてたでしょうかということですね。うわ、むずっ。